代を動かす矢を放て。雫石町に新たなアーチェリー施設が誕生します。岩手雫石アーチェリーセンター。まず特徴として挙げられるのが、最大37人が同時に撃つことが可能な射場。大人数の合宿にも最適です。選手が天候に左右されずにアーチェリー競技練習をすることが可能な全天候型練習場です。屋内射場から撃つことができ、通路も屋根がついており、雨でも矢取りすることができます。屋内も充実しており、大型モニターで的を確認することができます。そして30メートルの室内射場も完備、チューニングもはかどります。2階にはおよそ30人が利用できるミーティングルームも完備しています。150人ほどの観覧席を設置することができます。多目的スペースもあり、リラックスと集中しやすい環境で練習後のクールダウンには最適です。大人数が同時に使用可能なので、合宿や大会利用ができる点も見逃せません。今までその学校とかの合宿とかは決まった場所でやってたので、こういう新しい場所ができるって聞いてすごい楽しみでしたし、今までよりも技術とか人間力の向上につながるのかなって思って、本当に環境がもう冬関係なく全国どこにも負けない施設になってると思うので、自分も含めて世界に行く選手が一人でも多く輩出できるように自分も努力したいと思います。私もオリンピック行きたいです。この射場からですね、一人でも多くの世界に通じるプレイヤーとしても人としても通じる選手が育っていくことを期待したいと思います。アーチェリー競技者にとって聖地ともいえる場所、岩手雫石アーチェリーセンターが雫石町にいよいよ誕生しました。時代を動かす矢を放て。弓いる町、夢いる町、雫石。